NK スポーツチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。まあ今日はね、はい、速報って形で、はい、ランドマークさっき終わったんですけど、もうほんとさっきっすよね。平本蓮が負けてしまってちょっとショックっすね。いやほんとっすよ。いやー、期待してただけにね。平本の KO 予想だったんですけど、はい、結果的には一昨年の萩原戦を見てるような感じになって途中からね、なんかね、ちょっとショックっすね。ほんとほんとなんとも言えない感じっすね、まあ、緊張感がとりあえずすごかったのと、はい、まあ、1ラウンド初っ端に鈴木選手の、まあ、右のパンチが当たって、そうっすね、まあ、腰が落ちてね、聞いてましたよね、うん、ヒヤッとはしたんですけど、はい、まあ、持ち前の打たれ強さでなんとかカバーして、はいはいはい、そっからね、まあ、早い段階で鈴木選手のスタミナが切れたんで、はい、ちょっと飛ばしすぎたっすよね。これは後半平本いけるぞと、まあ、正直思ったところ、はい、鈴木選手の、はい、まあ、本当に勝ちたいっていう意地が勝ったというか、うん、組みついて、そっから絶対離さずにね、うん、まあ、判定まで持っていこうっていう気持ちが見えた試合でしたよね。そうですね。僕らはね、はい、平本選手を応援してる側なので、もちろんね、ちょっとフラストレーション溜まったっていうか、はい、もっとガンガン打ち合ってほしかったなっていうのが正直あるんですけど、でもやっぱりキックボクシングの試合じゃないんで、うん、鈴木選手の方が純粋に MMA の能力が高かったのと、うん、最後まで諦めない気持ちが ね、まあ、鈴木選手の方が上回ったのかなと、そういうのが結果につながったんじゃないですかね。そうっすね、うん、最後ね、はい、パウンドラッシュしてもうちょっと時間あればね、はい、よかったのかなって思うんですけど、猶予もなかったですもんね、うん、最後ね。総合力で、まあ、鈴木選手が上でしたね。改めて思うのが、まあ、MMA は本当難しいなと。そんな1年そこらじゃ組み技は、まあ、上達するのはね、ちょっと厳しいっていうのが改めて分かりましたね。分かりましたね、うん、なんかミクル選手とか、はい、まあ、いろんな MMA 選手も言ってたじゃないですか、うんうん、組み技はもうそんなにすぐ上達するわけないと。ファイターの皆さんは、はい、まあ、鈴木選手の勝利予想が圧倒的に多かったんで、そうっすよね、やっぱり、まあ、そういうことなのかなと、うん、思いましたね。でもね、平本選手、うん、まあ、必死に、まあ、タックル切ったりとか、うん、まあ、寝かされた後の対処とかもね、はい、まあ、1年前と比べたら、ね、もう成長も見えたし、うん、まあ、ちょっとね接近戦での、まあ、肘を狙いすぎたのかなと。そんな感じでしたね、見た感じね、うん、もっとジャブついて、はい、ストレート系のパンチでいけばね、うん、まだねいいのかなと思ったんですけど、はい、至近距離での肘を出した瞬間とか、うん、右ストレートをかいくぐってで、はい、鈴木選手がうまいように組みついてね、そっからコーナーに押し込んで、はい、うまいことねやられたのかなと。あとね、はい、やっぱ2人の差で言うと、はい、鈴木選手の方がね圧倒的にフィジカル強かったっすね。いや強かったっすね、うん、まあ、組み力もそうですし、はい、まあ、全体的なフィジカルの差が出たんじゃないですか、はい、と思いますね、うん、まあ、鈴木選手の方が、まあ、パワーあるなっていう、うん、印象で、まあ、グラウンドのテクニックも鈴木選手の方が上だなとは思ったんですけど、まあね、平本選手が、まあ、MMA にまだ慣れてないのが証明されたっすね、まあ、2戦目ですからね、うん、これね、はい、萩原恭平と朝倉未来笑ってますよ。絶対笑ってますよ。未来選手とか、はい、まあ、萩原選手からしたら、うん、舐めるなと、うん、3ヶ月アメリカ行ったところでね、うん、強くなるわけねえと2人は言ってたんで、散々言ってましたからね、うん、この後ね、はい、平本と、まあ、煽り合ってた選手、はい、ガンガン煽り出すんじゃないですかお前はその程度だよと、はい、うん、大串叩く前にね練習しとけとそんな感じでねボロカス言われると思うんですけど、そうですね、でも、まあ、僕はね、はい、これからも平本選手応援しますし、うん、いや間違いないですね、伸びしろが見えた試合でもあると思うんで、うん、まあ、平本選手はね今回も俺は負けてねえとまた試合で言ってたんで、悔いもないとも言ってましたしね、うん、実際負けてるんですけど、はい、本人負けてないって言ってるんでね、うん、めっちゃ悔しがってましたけどね、次ね、はい、またすぐ試合見たいっすよね。見たいっすね、うん、4月大会は無理とは思うんですけど、はい、その4月大会の後とか夏までにもう一戦見たいっすよね。そうっすね、うん、そんな感じでね、はい、まあ、今日は速報動画って感じで、うん、速報っすよね本当、はい、はい、他にも、まあ、鈴木宏明対庄司とか面白かったっすね。面白かったし、はい、今大会の MVP は、うん、吉成選手じゃないですか。改めて、はい、まあ、ライジンキックボクシングを、まあ、那須川天心選手の後をまあ、背負うのは吉成七香でしょうね。一人しかいないっすね、はい、はい、今大会ね平本選手の勝利を本当に祈ってたんですけど、うん、負けてしまったんでショックなんですけど、そうっすね、まあ、平本選手、うん、このまま終わる男じゃないと思うんで絶対次につなげて、はい、復活してくれると思うんで平本選手に期待しましょう。そうっすね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。お願いします。